cars inbound. Continue tracking. استدر إلى اليسار، إلى اليسار. حان الوقت لإظهار قوتنا الحقيقية. إنهم يستعينون بعزيمتنا. دعونا نريهم أننا لا نهابهم. كشعب واحد سنحرر اخواننا من طغيان النفوذ الاجنبي. سندمر بلادنا كما ندمرونها. هكذا ابتدأت.
Captain Price, Al-Assad just executed President Al-Falani on national television. The Americans have plans for Al-Assad, and it's too late to do anything for Al-Falani. But in less than 3 hours, codename Nikolai will be executed. Nikolai, sir? Nikolai is our informant in the ultra-nationalist camp. He supplied the intel on the cargo ship operation. Nikolai's in hell right now. We're gonna walk him out. We take care of our friends. Let's move. The loyalists are expecting us half a click to the north. Move out. Loyalists, eh? Are those the good Russians or the bad Russians? Well, they won't shoot us on sight, if that's what you're asking. Yeah, well, that's good enough for me, sir. というわけで、情報提供者の救助に向かいます。コードネームニコライは、核兵器密輸の情報を西側に提供しましたが、その過程で潜入していた組織に感づかれ、拘束されたようです。持っている情報が情報なだけに、西側はもっと彼から情報を引き出したいところでしょう。とても重要な作戦です。ズームクリア。しかし田舎とはいえ、テロリストが堂々と監視所を作り、軍用車両を乗り回すとは、ロシア政府の力は相当落ちてますね。KGB 出身の大統領、首相閣下は、何をしているんでしょうかね？お亡くなりになっている世界なんでしょうか？監視所2つ確認。これでは先ほどのようにはいきませんね。指示に従って地雷の範囲におびき出してもいいんですが、すると奥の監視所から攻撃されます。それに、地雷が敵を殲滅してくれるとは、限りません。そこで手前監視所前に、地雷を置き、歩幅前進で光線を回避。続いて奥の監視所から先に、攻略します。これなら背後2人と地雷に任せ。先行手榴弾で一方的に制圧できます。外でお休み中の方には、鋭眠していただき、監視所は動かれる前に制圧します。動きがありませんね。まさか先行手榴弾の炸裂に気づかないとは思えませんし。まあいいや、突入。ターゲット、キルコンファームド、監視所を制圧しました。地雷は歩幅でも回収できないので、無駄になってしまいますが、今回はチュートリアルみたいなものなので、この先使いません。Guys, you smell that?匂いますね。Welcome to the new Russia, Captain Price. What's the target, Kamarov? We've got an informant to recover. The M21's on the other side of the hill. The rockets have killed hundreds of civilians in the valley below. ただでさえテロリストというマイナスイメージを背負っているのに、よほど大衆の支持を得られる自信があるようです。Bloody right you do. さて、ここからは遠距離の敵を狙撃する場面です。ずっと背負っていた M21 に切り替えましょう。M21 は狙撃用に回収された M14 の米陸軍モデルです。セミオートで弾も敵の G3 から入手できる扱いやすい銃ですね。村がドンパチ賑やかになりましたね。急ぎましょう。すぐに援護が必要になるはずです。手前の小屋は敵の盾となっているようです。
We'll take out the machine gun through the window so camera on scene can storm the building. Nice shot. McMillan will be impressed. You didn't say there'd be helicopters, Kamarov. I didn't say there wouldn't be any either. Protect my men from those helicopter troops. This way. Make it quick, Kamarov. I want that informed. We'll take out the M21s and carve a path straight to your informant. なんだか、別なずの一員になったみたいですね。西側の要望もそろそろ叶えてもらいたいところです。これでも一応、味方ですからね。お願いは安全な場所でしましょう。敵部隊は宣伝所から向かってきます。武装は基本アサルトライフルですが、中には RPG-7 を抱えている戦闘員もいます。遠くは主人公特有の超耐久で RPG の直撃に耐えますが、瀕死のダメージを受けます。RPG の射手は対人戦で排除しましょう。ひとまずこの部隊は殲滅できたようですね。前進して様子を見ましょう。まだいましたね。射程物の少ない場所を移動している間に、できる限り無力化しておきましょう。一部林に逃げ込みましたね。敵弾で一掃します。カマロフ軍曹には、自分の部下をなるべく傷つけたくない、という思惑があるのかもしれません。しかしそれとは別に、オキハ部隊の人員は、数、能力に不足があるのではないか、という見方は、ちょっと意地悪ですかね。ドローンやヘリだけでなく、歩兵戦闘車まで、機材、人材ともに軍からの、流出が激しいのは間違いなさそうです。あ、待って、今行きます。Look, the final assault has already begun. With a little bit. Enough sniping! Where is the informer? Что ты делаешь? Что сумас шел? Where is he? Что ты делаешь? The house! The house of the northeast end of the village! Well, that wasn't so hard, was it? Now go and sit in the corner. So, guys, we've got to reach that house before anything happens to the informant. Let's go! そちらもいろいろと大変でしょうが、こちらも事前事業ではないので。さて、このエリアは大別して、二つのルートがあります。左の2階建ての建物を制圧する北ルートか、右の建物を通り、鉄火店を制圧する東ルートか。今回は、個人的に安全だと考えている東ルートにします。北ルートだと遭遇戦が多く、NPC の超反応で、瞬殺される上に、奇襲もあって危険です。エリアクリア。それでは、ニコライが囚われている委員会向かいましょう。Guys, go around to the back and cut the power. So, get ready. では、ここで小ネタを一つ。この後、プライス隊と共に突入するのですが、ジャズについていくと進行しません。Guys, do it. しかしリマスター版では、このようにモーションが追加されているため、彼がどうやって電力を落としたのか、わかるようになっています。重箱の隅を、
くような話で申し訳ありませんが、本来、頭に装着する暗視装置を介して、照準器は覗けません。ゲームの都合上、裸眼の時と同じような視界となっていますが、ゴーグルは大きいので放っつけができず、視界も狭くなります。なので、暗視機能のついたスコープを、銃に装着するか、今 M4 についているレーザーサイトで、狙います。そういえば、リブート版ではナイトビジョンを、つけた状態だと、レーザーサイトで照準するらしいですね。創作において、リアリティを重視するのが、必ずしも面白さにつながるわけではありませんが、面白い試みかもしれませんね。It's him. Nikolai, are you alright? 彼がコードネームニコライですね。しかし、目と鼻の先で銃撃戦が起きてるのに、ここの戦闘員は、脳死でしたね。目標は確保しました。ヘリに乗って離脱しましょう。Have the Americans already attacked Al-Assad? No, their invasion begins in a few hours. Why? The Americans are making mistake. They will never take Al-Assad alive. 今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。